しばらく見つめ合った二人先に口を開いたのはおかみだった山本さん今晩私を抱きませんかそうつぶやいたおかみにしはもう時勢は聞かなかった 日明かりに照らされる二人激しく乱れる着物山本淳は営業職をしていて今年で43歳初めは苦手だと感じていて自分には 向いていないと、何度も転職を考えたが、新卒でこの職につき、約20年。やっと役職もつき、今では大手の取引のみ対応する。コツコツと積み上げてきたキャリアとは裏腹に、出張が増えたため、 妻とはどこか溝ができてしまい、もどかしい日々を過ごしていた。京子、今週は木曜日から長崎に行ってくるよ。土曜日の午前中には戻ってこれる予定で、久しぶりに悠久を使って、 火曜日まで休もうと思っているんだ。よかったら、どこか旅行にでも。と、妻の京子に声をかけた厚紙。そうなのもっと、早く行ってくれればよかったのに。リンが、土曜日から部活の合宿なの。 来年は受験を控えているから今年は部活に専念するっていいわよねあなたは仕事でどこそこに行けてどこか寂しそうで嫌味も混じった返答あつしはやり場のない気持ちを抑えながら そうか。じゃあ、今年は、正月にでも、みんなで旅行に行こう。土曜日は、リンが家を空けるなら、久しぶりに、二人で、外食にでも行こうか。と、厚つしなりの、精一杯の歩み寄りをした。京子は、 そうね、と一言。最近では妻の京子の考えていることがわからないし、年頃の一人娘の凛との距離感もつかめない。厚紙はため息をつき、出張の準備を終えて、早めに就寝した。 出張の日、なんだかんだで空港まで送迎してくれる妻に、行ってきます、と挨拶を済ませ飛行機に乗った。九州はなんだかんだで初めてだなあ。仕事とはいえ、初めて足を運ぶ土地に行くのは、 楽しみである。妻の京子にはそんなこと言えないけど、仕事の話を聞いてもらいたい時だってある。あつしはそんな思いを抱えながら、長崎へと旅立った。今回は一人での営業だったため、 気は楽だった。営業とは言っても、ある程度の話はしてあるため、あとは契約に持ち込むだけ。あちこち飛び込みで営業をしていた時代とは違い、これはこれで大きなプレッシャーでもあった。 取引先の重役と約束していた旅館に、あつは宿を取っていた。若い頃は観光も兼ねて、仕事終わりに夜出歩いていたが、今はもうしんどい。あ、ここだ。いい雰囲気の旅館だな。 宿泊先の宿に着いたあつしは着物を着たおかみに出迎えられたお待ちしておりました山本様ですね所作も美しくきれいにまとめてある髪お辞儀をした時に見え隠れする色気あるうなじ年齢はおそらく アツシと同じくらい。うぐいす色の着物は派手すぎず、客をもてなすのにちょうどいい色合いで、爪先まで手入れの行き届いている美貌に、アツシは思わず見とれた。今日はお世話になります。 軽く挨拶を済ませ部屋に案内された淳は約束の会食まで少し時間があったため庭を散歩することにした綺麗な桜だ庭園にはピンクの桜と青い空三色の 綺麗な錦鯉が泳ぐ池に緑の芝生。あつしは久々に癒された。ぼーっと池を眺めていたあつしは、なんでそんなこともわからないんだ。と、どこからか聞こえてきた罵声で現実に戻った。 なんだあたりを見渡していると、黒い着物を着た年配の男性と、先ほど自分を案内してくれたお上がいた。ここからではあまりよく見えないのだが、年配の男性はお上の髪を引っ張り、何かを 怒っているようだ。止めに行かなくていいのだろうか。淳は一瞬悩んだが、勇気が出なかった。そうこうしているうちに、男性はなんと、お神の着物を乱暴に脱がせ、行為を始めた。 明らかに逆らえない状況で仕方なく対応しているように見える女将。止めに入りたかったが、あつしは見入ってしまった。いかんいかん。見なかったことにしよう。会食まで一時間。心を落ち着かせようと、あは そーっと部屋に戻り、会食に備えた。約束の時間になり、取引先の重役との会食が始まった。会食中は、先ほどの狼が、配膳などに何度か訪れて、お酒も注いでくれたりと、さっき見せていた、 乱れていた姿はすっかりなく、お神として堂々とした立ち振る舞いだった。会食中、何度もお神の様子が気になり、あつしは変に酔ってしまった。それでは後日また改めて、 契約書の方をお持ちいたします。どうにか契約を結び、会食を終えた厚ツは部屋に戻った。部屋の縁側で少し飲み直そうと思った厚ツは、お上に日本酒を注文した。お疲れでしたでしょう。 ご苦労様です。い,いえありがとうございます。急に二人の空間になってしまった淳は緊張した。酒も入っていたせいか淳は思わず「女将せっかくなので一杯だけ」っい 付き合いませんかと声をかけた。おかみは、ありがたいお言葉で大変恐縮です。しかしまだ戻らなくては、とうつむいてしまった。あ、そうですよね。すみません。 おかみもお疲れでしょう。お昼少しお見かけして。と、あつしは禁断の言葉を発してしまった。えあ、あの、見られてしまったんですね。と、おかみは動揺した。 いや、別にその、すみません、止めに入ればよかったものの。いえ、見苦しいところをお見せしてしまい、すみません。あの人は、ここのオーナーで、どうしても逆らうことができなくて、 そうでしたか。こんなきれいな人を、あんなひどい目に。あつしは、おかみをなぐさめた。ごめんなさい。わたしがいけないんです。きれいな星空を見上げながら、ひとつぶの涙を流す、おかみの横顔は、 どこか妖艶でとても美しかった。僕でよければ話は聞きますよ。どうせただの通りすがりですから気兼ねなく吐き出してください。と淳は言った。おかみはそっと淳に 頭を預け、ありがとう、とつぶやいた。また、何か、ご入用でしたら、お声かけくださいね。そう言って、立ち上がったおかみは、仕事へと戻っていった。風呂でも入って、もう一度飲み直すか。 ア氏は今日一日の出来事を振り返りながら温泉につかり軽く酔いを覚ました。部屋に戻るとまだ湯気の残る温かいだし巻き卵と日本酒のお代わりがテーブルの上に置いてあった。 きっと、おかみだ。あつしは、ありがたくいただいた。そうして、夜も更けた頃、そろそろ寝ようとしていたあつしの部屋に、おかみが訪れた。おかみ山本さん、いっぱい付き合ってくださいな。 仕事を終えたのだろうか、白い着物に着替えた女将が日本酒を持って立っていた。ええ、もちろん。あつしはイレギュラーなこの状況に少し興奮しつつ、女将と楽しく飲み直した。 よほど疲れていたのだろうかすぐにうつろな目になったおかみはとても色っぽかったそろそろおいとましなきゃと立ち上がったおかみは足元もかなりふらついていてたたみにつまずきあつしに 馬乗りになる形で倒れ込んだ。あ、ごめんなさい私。少し裸てしまった首元。うるうるした瞳。あつしは息を飲んだ。あつしもおかみもその場から 動くことができず固まった。しばらく見つめ合った二人。先に口を開いたのは女将だった。山本さん、今晩、私を抱きませんかそう。 つぶやいたおかみに、あつしはもう、辞勢はきかなかった。月明かりに照らされるふたり、はげしく乱れる着物、小さくはげしく空に舞う息づかい、ふたりは何度も愛し合った。翌朝 目が覚めた敦の隣にお上の姿はなかった部屋に運ばれた朝食をいただき敦は旅館を後にすることにした山本様またお待ちしておりますピシッと整った うぐいすいろのきものにきれいにまとまったかみきのうのよるがうそだったかのようにおかみはどうどうとしていたええまたぜひそうこたえたあつしにおかみはにこっとほほえみおじぎをした おそらく、もう訪れることはないだろう。いや、もう訪れるべきではないだろう、この旅館。あつしにとって、一生忘れることのできない出張となった。